日テレ FW 田中、右、17年12月24日撮影、今年で30期目を迎えるなでしこリーグが、21日に開幕する。12日に都内で会見が行われ、参加10チームの選手と監督が出席した。4連覇を目指す日テレの FW 田中美奈新首相、23、は、7年首相を務めた MF 岩清水からリーダー役を引き継いだ。昨季15ゴールで得点王になったストライカーは、FW なので、結果で引っ張りたい。